日本時間9月23日の U20 女子ワールドカップ決勝で北朝鮮と対戦する U20 女子日本代表ヤングなでしこ。キックオフまで1日を切り、オープンとなった海外の各ブックメーカーサイトでは若干北朝鮮有利な傾向が見られ、 FIFA や AFC からは今大会最後のプレビューが投稿されました。今大会ここまで勝利を積み重ね、アジア女子サッカーの成長を世界に見せつけてきた両チーム、 FIFA や海外メディアからは攻撃に特化した北朝鮮 VS 堅牢な守備の日本という見方をしているところが大きいようで、期待するプレーが飛び出すかにも注目しているようです。そんな決勝のキックオフまで1日を切ると、海外ブックメーカーサイトには多くの方々がこの試合へのベットを開始。日本時間22日正午時点では北朝鮮勝利が約 2.3 倍なのに対し、日本は約 2.9 倍となっており、若干北朝鮮有利と見られていますが、この数字は時間とともに変化。また SNS でもアジアカップ決勝の再戦となるが、その時は松久保は不在だった、ここまでのゲームの様子を見た限りでは北朝鮮有利と言わざるを得ない、それでも日本の勝利を期待しているなど、さまざまな言語で語られ、注目の一戦を予想しているようでした。そしてこれまで同様、 AFC からプレビューが投稿されると、北朝鮮のキャプテンチェ・グンヨン選手の日本は非常に強く技術的に試合のテンポをコントロールしている、しかしアジアカップ同様にプレーすればタイトルを獲得できると確信しているとの言葉を掲載。また FIFA からも優勝を手にするのは北朝鮮か日本かとのタイトルでプレビュー記事が投稿されており、史上2度目のアジア対決となった今大会決勝には現在最強の2チームであることは疑いようがない北朝鮮と日本が名勝負を繰り広げることに期待しているようです。その見どころの一つとして、日本は今大会でわずか2失点と堅守を誇り、北朝鮮は24ゴールを挙げている。最強の守備陣と最強の攻撃陣の対決となると今大会ここまでの試合を振り返り、体格で勝る相手に失点を抑えた日本と圧倒的攻撃力を誇る北朝鮮を称賛。さらに注目すべきは、北朝鮮のチェ・イルソン選手と日本の土方麻也選手の直接となるゴールデンブーツ争い。現在2人はブラジルのベンディート選手と並び5ゴールを記録しており、この試合が得点王争いの行方を決める可能性があるとして、その受賞にも注目。そして文末には、北朝鮮を代表してチェ・グンヨン選手からの、チームワークが我々の最大の強みだ、完全に一つとなってプレーすることで初めて成功が得られるのだという言葉を掲載し、翌日の決勝戦での両チームの素晴らしいパフォーマンスを期待していました。最終決戦の地ボゴタに戻ったヤングなでしこは、疲労もピークとなっていることでしょうが、チームを率いる加納道久監督のもと、持てる力を存分に発揮してくれることでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。これまで北朝鮮のフィジカルで苦戦してきたから、それを技術で上回りたい。バックパスや不用意な横パスはなでしこジャパン同様要注意だが、このチームには縦への意識があるから大丈夫だ。日本も北朝鮮も能力的には互角だと思う。あとは気力の問題だろうな。せっかくスペインに勝ったのに、決勝が北朝鮮とはまた嫌な相手だが、ここはなんとか勝ってほしい。
アジアカップで連敗したとはいえ、決勝は松久保がクラブに戻っていたし、内容的に差があったわけではなかった。今回も拮抗した試合になるだろう。土方ダンスがもう一度見たい。ゴールデンブーツも取っちゃって優勝だ。拮抗した試合が予想されるので、多くはないだろうがチャンスをものにして先制ゴールを決めてほしい。北朝鮮はアジア予選時ですでにチームが完成されていた。一方の日本はここに来て完成が近づいている。予選時とは違う結果になると思うぞ。日本と北朝鮮は育成年代の2強なのは間違いない。そしてアジア大会でなく世界で強さを決しよう。彼女たちの頑張りを日本の多くの人たちに見て応援してもらいたい。そのためにはテレビでの報道や放送が必要だ。こんなに素晴らしい頑張りをもっと報道してほしいところだが、北朝鮮に勝利した後に報道各社に間違いを思い知らせてほしい。 U20 はもうフル代表の入り口に入っている。頑張って勲章を手に入れてほしい。さあ、北朝鮮と3度目の勝負。ぜひとも成長した姿を見せ、最高の大会にしてほしい。北朝鮮はここまでも失点はしているので、日本が2点取れれば勝てるのではないかと思うが、皆さんどうだろうか。ヤングなでしこたちが成長したという結果を見たいので、ぜひ優勝を。日本がどこまで策を講じられるか、そして限りなくミスしないかで勝負は決まる。決勝はこのくらいキリキリしてた方がいい。勝敗を分けるのは体力や精神的な余裕がどれだけ残っているかによると思う。日本の方が上り調子になっているような気がするので、やってくれるはずだ。